待ってろよゼムナス、全部終わりだ。おお、消えてなくなりたいと見える。心に忠実なのも考えものだな。これからの教訓にさせてもらおう。怒りが足りない、心が足りない。
ゼムナス、心は怒りや憎しみだけじゃない。いろんなものが詰まってるんだ。忘れちゃったのか。ああ、残念ながら。みんな、ご苦労様。一緒に帰れるんだよな。俺は身を闇に染めたんだ。リク、どんな顔をして帰ればいいんだ。こんな顔。急ごう。俺が道を開く。君はもう闇の世界の住人じゃない。王様、どうやって帰るんですか？誰だろう。わからない。でも急いだ方が良さそうだ。待ってよ。ありがとう、ナミネ。うん。ね、約束通り会えたでしょ。え？次に会ってもお互いに気づかないかもしれない。ナミネはそう言ったよね。うん、覚えてる。ちゃんと分かったよ。うん、不思議。分かる気がする。俺には君が覚えている俺の姿が見える。君は俺が覚えている君自身を見ている。ノーバディは闇に消え去る運命だと思っていたけど、俺たちは元の存在と会うことができた。だから消えなかったのかな。じゃあまた会えるんだ。うん、空と帰りが会うときはいつでも。毎日会えるよね、空。あ、うん。口を閉じて。え？心配するな。全部お前だ。さあ、帰ろう。リク、行こう。ああ。
言えなかったよ。ん？ナミネにありがとうって。全てが元通りになってからじゃないと簡単に言っちゃいけない気がしてさ。終わらせよう。そうすればいつでも何度でも会えるんだ。ああ、今日も受け入れよう。